麻雀スタジオ。麻雀プロは大変だと。プロはテレビ対局、ネット対局、人に自分の打ち方を見せるということをします。まあというよりはそれが仕事と。これは思ってる以上に大変なことだと思います。特に麻雀って運ゲーなんで、結果論で後から何とでも言いがかり、イチャモン、へりくつ、ごね、何でもできます。やろうと思えば、初めて1ヶ月の人が、ジャン歴50年の人の打ち方に、結果を見た後に、これはこうでしょっていうことができちゃうのが、私がイチローに、私がマイケル・ジョーダンに、野球のバスケの、ダメ出しするようなレベルが麻雀だと当たり前にできちゃいます。で、何がプロは大変だというのは、その麻雀で生計立てるとかではなくて、勝つのが難しいとか、団体の位上げていくのが難しいとかじゃなくて、自分の手つき、仕草、打ってる最中を常に見られる。結構これ大変なことだと思います。ネット配信とか見ていて、プロでも、麻雀は実力ゲーじゃないので、プロだからといって最善手を選んでる、すごい上手い打ち方している、またはできる、こういった保証は全くないです。ああ、ちゃんといけばよかったな。ちょっと一巡目にちゃんとの発想がひらめかなかった。まあ、ピンズの染め手に育てばいいですが、面白くない手になりそう。プロだって、あちゃやっちゃったっていうのが当たり前にあります。麻雀なので絶対ありえない打ち方っていうのはあります。ここでよっしゃ、リャンピン切る。こういう打ち方は絶対ないです。ただ、裏目って当然あるわけで、何かプロはちゃん、プロはというか、私も含め皆さんも含め何か意図を持って打ちます。これ本一。空振りホームランの理論で本一行こう。テレビ対局の最中に、視聴者に向けて、これ空振りホームランの理論なんで嘘を切ります。脳天前提で、大きく手が育ったら楽しいので、空振りホームランの理論で嘘を打ちます。なんて、テレビ対局中に視聴者に向けて説明して、理由を言って嘘を切れないです。ここしか見れないです。何にも言わず嘘を切ります。配効率的には、まあ、ありえない一打ですね。パーセンテージだけで言うには。テンパイへのパーセンテージだけで言うには、理にかなわない打ち方です。ただ、プロは言葉を発して説明できないんで、こう打った時に、はぁと。次嘘を積もってきたらどうすんのとかいうことが言い返せないし、まあ言われ放題です。で、本当に嘘を積もっちゃって、あちゃ だから言ったでしょみたいな。ただそのプロは、いや嘘はあんこになるくらいだったら別に脳天でいいやと、この手は本一になるか脳天か、もうどっちかでいいと、空振りホームランの理論だって意図で打ってても、おすごいな、ちょっとこれ嘘くさいですけど、まあそういう理由を説明できないと。麻雀なのである程度ここで嘘を切った時点で、例えば、まあここでウーワンじゃなくて、ウーワン切りだとウーソーのあんことかも見てるんだなと。朝あんことかも見てるんだな。小島プロが前言いましたけど、まあ私もたまに言いますけど、次、こういう状態でもウーソーから切ったりします。なんでって言うと、この手、想図なんかでメンツできちゃうともう面白くないと。なので、想図でメンツができないようにっていう、テンパイを遠ざける打ち方
っていうのもあるわけで、ちょっとこの手は3個見えちゃうんで、少し嘘はあんこでもいいんですけど、そういう説明ができない、言われ放題なのがちょっと大変だなと。あともう一つ、仕草、ネット、テレビ、ある意味一生残ります。そりゃ麻雀プロだってすごい会心のツモしたら、ちょっと思いっきり強打する、バチコン、思いっきり引きツモする、またはなんか、テレビ対局である以上は負けが込んでっていう言葉はないと思いますが、何か対戦相手と、またはその大会に向けての情熱が、テレビに見てる人には分かんない何か情熱、思い入れがあったり、または対戦相手と因縁の対決、または個人的な恨みとか好き嫌い、こういうのもあったりすると思います。そこでこう、すごいな、こんなの積み入れましたが、こんな本一ちゃんたチーピンだとちゃんた、パーピンだと3個、こんな鬼手は、しかもこんなリーチ、こんなのやってらんないですね。まあプロはこういろいろ個人的にその対戦相手ともなんか遺恨とか人間関係とかあるわけで、普段はやらないけれど感情が出てしまって、それが仕草に出る、まあ強打もしかり、まあ口喧嘩はさすがに対局中にないとは思いますけど、強打またはなんだろう、まあそういう何か感情が出て淡々とは打てない、そんなシーンもあると思います。でそれだけだったらいいんですが、それがネットに残って、まあある意味一生残ると、このプロはこれをやったと、まあある意味一生ですね。まあ最近の麻雀なので、まあネットで商売する以上はまあそれは必要と、まあ、しょうがないと思うんですが、とある普段はやらないけど、とある本当に何かの弾みでやった一つが、この人はこれをやった人ですっていう、まあ、食材を背負われるっていうか、免罪符をレッテル貼られるというか、まあ、それがちょっと重すぎるなと。例えば何か機嫌悪くてリーチ言わずにすごい失礼な態度でリーチしたと、まあでもリーチ言わないっていうのはリーチ成立しないので、どんなに感情が高ぶってもないですね。まあ当然私もやったこともない、見たことはちょっとあるかなっていう、それが一生残る、このプロはこれをやったっていうのをまあ一生言われちゃう、自由に打てないですね。例えば一人麻雀も、そう、一人麻雀はこれ私は別に遊びでやってるんでいいんですが、これがなんかプロだったら、間違った位置だ、ハイ効率そぐわない位置だ、そこにやっぱブーブー言う人もいるわけで、で何かで私も別に今でこそマナーよくまあ打ってますし、まあマナー、まあちゃんと知らない人と打っても、まあどんな人と打ってもまあ何か言われることはないだろうくらいのレベルだと自分でも思ってますが、昔は一人麻雀で言ってる通り、まあ私がっていうかそういう時代だったとかそういう場だったなんですが、もう横に10個並べてみたり、山積むの早いからといって一人だけ長く積んでみたり、まあ強打引き相撲、まあ多少の言葉の煽り、舐められてはダメなので、知らない人と打つときっていうのは
やりたくなくても煽られたら煽り返す。これはまあ勝つためには必要と言ったらちょっとイメージ悪くなっちゃいますが、例えばこう強打しちゃった、例えばうるさいと来た、すいませんって返しちゃダメと、え今のですかぐらいの、え今の、え今のレベルでですかあははぐらいの、ちょっと最近の人からするとうわマナー悪って感じだと思うんですが、こう、まあ、心理戦ですね。少なくとも綺麗な麻雀売ってましたっていうのは当然アピールするつもりもないし、私はマナーがいいので皆さん真似してください、お手本にしてくださいみたいな、そんな意図は鼻からないし、むしろ賭け麻雀でイカ様やってたんで、まあ、若干こう最近の人からするとああ悪いんだっていう部類に入っちゃうのかなと。なのでプロも人間だし、麻雀実力芸じゃない以上はなんか理不尽なことでツモが全然入んない、その大会への思い入れ、何か感情が入っちゃって普段やらない行動、それをやっちゃうと不特定多数にさらされる、まあ残っちゃう、ずっと1年後も2年後も残っちゃう、残るイコール1年後も2年後も初めて見た人からするとこうなんか今まで散々言われたまあネガティブな発言がまた来るわけで、ちょっとそれがプロ かわいそうではないんですが、それが仕事なんでって言われたら、それでご飯食ってますって言われたらもう納得せざるを得ないんですが、プロは大変だと。結構精神的なまあストレスあるんだろうなという見てて思いました。プロの対局を見るってことはないんですが、やっぱ YouTube にもいろいろ残ってますし、まああとはちょっと YouTube に残るイコール普通にただ淡々と打って淡々と単品三式上がる動画より、間違ってなんかあれ間違った手が滑った脳天リーチだの方が視聴率視聴回数再生回数上がるわけで、まあ言いたい放題と。かん、まあちょっと普段は絶対こんなことしないんですけど、一人麻雀だとめんどくさいんで片方勘で、普段はカーンってやったと、まあこうですけど、一人麻雀だと どうせ裏返すんで、まあカーンと、分かればいいやっていう勘をやってます。D のみですが、ちょっと怖い。32なんで、ロンで62。70歩は2345万眼。19自敗を暗算した時点で30の32、62歩、70歩は確定します。ちょっと動画途中でなんか勝手にストップしちゃったんですが、編集でくっつけたいと思います。今回はプロの対局を見てて、やっぱ人に見られながら打つ、これは結構しんどいぞと思ったという話でした。どうもありがとうございました。1